はい、どうも。どうも、ありがとうございます。定例の会見ということで行っていただきたいと思います。代表質問については聞きたいところです。その他、ありますか、どうぞ。自立します、はい。その代表質問についてなんですけれども、その河野大臣に関する委員長の質問に対してですね、安倍首相はちょっとまあ非常に分かりにくい答弁をされてましたけれども、あの答弁についてもご紹介をお聞きしたいんですね。これはですね、河野大臣が作られた経過というのは、政府として、その強制性を裏付ける文書を最初探したわけですよね。しかしなかったわけです。なかったもとで石原官房副長官の証言などによると、各省がですね、担当者が出向いて、慰安婦の方々、元慰安婦の方々にヒアリングをやって、16人の方からお話を伺って持ち帰ったと、そして全体として政府と検証した結果、これはもう明らかに虚偽ではないと、真実を語っているというふうに認定して、そしてああいうこの談話になったというのが経過なんですね。その結果を全部話したわけです。一番それをはっきり述べているのは石原信夫官房元副長官の発言ですが、それに対して私が聞いたのは、そうなってくるとですね、文書がないから強制の事実はなかったという議論は、河野談話を継承する限り成り立つ余地がないと考えるけれども、どうかと聞いたわけです。で、いろいろと総理は正面から答えられなくなって逃げていったわけですけれども、私、大事なことはですね、まずですね、私が指摘したことを否定できなかったと、これだと思うんですね。つまり文書がないから強制はなかったと、こうやってずっと宣伝してきたわけですよ。いわゆる靖国派と言われる人々が。しかし、それは成り立つ余地がない、なくなるということについては否定しなかったでしょ。否定できなかったと、非常に大事な点だと。ただもう一点はですね、それじゃどうするかという問題については、自分としてはコメントせずに、首相としてはコメントはもう避けますと、政治問題にしたくないから避けますと、そして官房長官がやっていくことになると言って、これは全くの、こんな答弁聞いたことないですね。官房長官丸投げの答弁なんですが、じゃあ官房長官について答えたら丸投げなんないわけですが、しかし、この点について言えば、まさに政治問題にしたのは本人なんですよ。安倍さん自身が河野談話の見直しに言及したから、そして強制性を裏付ける文書がなかったというね、閣議決定の内容も加味して河野談話の見直しをやるということを言及したから、あれだけの大問題になっているわけで、にもかかわらずですね、これはもう私は知りませんと、あとは官房長官に答えますということでは、ね、これは、ね、答弁にならないですね。これは答弁拒否というか、答弁不能というか、そういうものだと思います。そういう非常に矛盾したもの内容なんですけれども、しかし私はですね、私の指摘に対して、文書がなかったから強制はなかったという論は成り立ちませんよと私は指摘したわけですが、それに対する反論ができなかったと、それを否定できなかったということが大事だと思います。そうであるならばですね、河野談話を見直すという根拠がなくなってくるわけですよ、ということじゃないでしょうか。あとどうでしょうか。あとは今日の代表質問との関係で言えばですね、特にベクレフ協議のなぜデフレ不況が起こっているかの原因について聞いたわけですね。原因と責任がどこにあるかと。で、我々は働く人の賃金が下がり続けていると。これ最大の原因があり、そういう賃下げ社会にしてしまったのは、自民党政権が、歴代の自民党政権が責任を持っているというふうに聞いたわけですが、で、このに対する答弁は傑作だったと思いますね。で、原因についての認識がまともに説明できないんで、何と答えたかというと、デフレ予測が固定化すると、だからデフレが起こっているんだという言い方ですよね。つまりみんながデフレになると
というこのデフレ予測がですね、みんな固定化しているために物を買わなくなってデフレが起こっているという説明だったわけです。だからインフレにしていけばみんな物を買うようになって経済活発になるだろうという理屈なんでしょうけどね。でこれはおよそね、こう経済のイロハを無視した議論で、みんながそう思うからデフレになってるんだという話でしょう。まあ関連的経済論の極致みたいな答弁なわけで、そうじゃなくてまさに所得が減ってるために買う力がないわけですよ。消費する力がなくなってるところに国本があるっていうのはこれ誰でも分かる議論なんですが、それを否定するあまりですね、デフレ予測が固定化したためにデフレが起こってると、だからインフレ予測を作るために 2% のインフレターゲットにするんだというね、これ陳論を出してきたというのは、これはちょっとなかなかこう予測を超えた陳論だったなというのが私の感想です。ですからこのデフレについてもね、原因が分かっていない、だから責任も分かっていない、ですから対策も全部的が外れるわけですね。それからもう一点だけ言いますね、原発についてはですね、やはりこれが複合災害だったと。で複合災害に対する備えが不足していたという点で安全神話に陥って、複合災害に対する、そうでしたね、大体そんな複合災害の視点が、そう、複合災害の視点か、複合災害の視点というものに立った対策だろうね、が欠如していたことはお詫びしなくちゃいけないということで、お詫びという言葉を繰り返したと。で安全神話に陥っていたということはね、これは認めざるを得なかったわけです。であるならばね、今やってることはどうなのかってことになるんですよ。で新たな安全基準を今作ると言ってるけど、その作り方自体がね、まさにそこに新しい安全神話がたくさんまた作られつつあるわけで、反省しながらやってることは無反省というのが原発の問題で、そこの矛盾が非常にクリアに出たというふうに思ってきました。沖縄のね、この県民揃って普天間の辺野古移設、そしてオスプレイに反対している問題についてはですね、よく耳を傾けなきゃならないということを、ね、繰り返し言ってましたが、耳傾けないでやってるわけ、やってることについての説明は全くできなかったというふうに思います。総じてですね、15分ですが、一番の中心問題聞いたものに対して、正面から答えることができたことも内容はなかったですね。どれも全体として答弁ができないと。それだけ今の政権の行き詰まりってものがですね、わずか15分の論戦ですけども、浮き彫りになった論戦だったというふうに思います。ですから、この代表質問で掲げたような、立場に立ってですね、政治の抜本的転換のために大いに力を尽くしたいと考えております。あとは何かありましたらどうぞ。はい、原発問題の点で、はい、福島は収束、冷温停止しているというような趣旨の発言があったと思うんですが、それについてはどうか。これはね、民主党政権のですね、2030年代までにゼロにすると、これ白紙に戻すということで、民主党政権自体 の方針自身も問題あったわけですが、大交代をしているわけですが、収束宣言については、これ、継承するという態度だったと思うんですね。ただ、この収束宣言を出したことがですね、それを出してしまうために、被災者に対する支援も収束してしまうと、で除染や賠償も打ち切っていくということの根っこがここにあるわけですよ。これについては民主党政権のね、悪いものはお引き継いでいきましょうという内容だったと思いますね。ですから、あれだけお詫びお詫びと言いながらね、悪い内容は引き継ぐと、そして新たな安全神話を作っていくと、こういう立場だと思います。あと何かありますでしょうか。よろしいですか。まあ、全体として非常に内政外交ともに今の政治の深刻な行き詰まり、崩壊的危機と言っていいでしょう。そういうものをまざまざと見るという感じがいたしました。引き続き論戦で追及します。どうもありがとうございました。